ここに松山城のパンフレットがあります。実はこれちょっと変わった折り方がしてありまして、これを開くと1枚のマップになります。その中からこんな絵はがきが何枚もこう出てくるわけですけど、普通こう折ってこう締めようと思うと上と下が同じ長さだもんですから中にこうやって差し込むことができません。四国の松山にある佐川印刷さんはこんな折りパックというものを開発しました。これでお城を作ってそこに観光ガイドが入れる。ここにはお城の情報しか入っておりませんが、私たちはこれに例えばこちら側の裏面の方に地域の観光マップのほかに食べるところ遊ぶところ見るところそんなような情報をつけたらどんなことになるかと思います。今日本の名城百選というのをリストアップして岡崎城犬山城姫路城をやってくれる仲間を作りました。当然江戸城だとか大阪城だとか名古屋城だとか大きなところもありますが、この名城百選に載ってないところもぜひ、みんなで、同じような形でこんなパッケージを作ったらどうでしょうか。その時に使用する写真についてはこういう手続きをした方がいいよとか、地域で広めるにはこんなネットワークを使うといいですよ。そんなことも今一緒に、マニュアルを作っております。ぜひこのお城シリーズで地域活性化というのもレトロ QR コードというものを使って、情報発信、このマップから、情報が出てくるような仕掛けができればと考えております。